全国高校野球選手権、京都国際に、1関東第1、23日、決勝関東第1、東東京、は、京都国際との延長10回タイブレークに敗れて初優勝とはならなかった。写真、検討を称え合う関東第1エース酒井、中央、と京都国際エース中崎両軍守備が光るゲーム展開で、0対0のまま9回が終了。 決勝戦では史上初の延長タイブレークに突入した。10回の表、2番手で救援したエース坂井両投手、3年、が先頭にサゼンダを許して無視満塁のピンチを招くと、フルカウントから自打者に押し出しの支球を与え、勝ち越し点を献上3番手で第5保高投手、3年、が当番も、なおも無視満塁で2番三谷聖也内野手、3年、入儀費を許し、 二点目を与えた。大関東第一は、裏の攻撃で夕郎間に一点を返し、西満塁で一打サヨナラの好期を作ったが、三番坂本慎太郎外野手、二年、が空振り三振に倒れてゲームセットとなった。試合終了後、ベンチの前で泣き崩れた坂井は、最高の仲間たちと野球が、できて、最高の監督がいて、最高の場所で投げられた。 最高の喜びで終わりたかったんですけど、その涙ですと、涙の理由を話した。本当にみんながみんな全力を出し切ったと思います。悔いはないですと話した。